い、ワールドインベスターズ TV66 ライブ300分の拡大版生放送をお届けしております。引き続き、どしどしいきたいと思います。続きましてクイズコモディティチャンスということで、コモディティが当たるコモディティのクイズお届けしてみたいと思います。こちら来場者参加型なので、来場客の皆さんぜひぜひ商品欲しい人こちらにお集まりくださいね。クイズ始まります。はい、というわけで商品がですね、金銀プラチナパラジウム原油天然ガスゴム砂糖コーヒーといったもう盛りだくさんの商品ご用意してますので、ぜひ楽しみください。クイズの解説者にですね、 AGS フューチャーズの沢原さんに来ていただきました。沢原さんよろしくお願いします。じゃあ早速1問目の回答者、チャレンジャー手挙げてください。あ、はい、どうぞ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 、じゃあこちらの方に。はいはい、こんにちは。じゃあまずは軽くお名前とお年を。はい、エリカです。エリカさん。はい、25歳です。25歳だそうです。はい、コモディティは詳しいですか？ちょっとちょっとちょっとわかります。じゃあいいですか、問題の数が多いんでどんどんいっちゃっていいですかね。問題、はい、いきますよ。第1問、はい、世界で一番ゴールドの取れる国はどこでしょう。4択です。はい、1番南アフリカ、2番アメリカ、3番中国、4番ロシア。会場者に、会場の人に聞いてもいいですよ。3番です。3番。はい、中国。中国です。中国ファイナルアンサーファイナルアンサー。そうだ、正解はじゃあ沢原さんの方に聞いてみましょう。沢原さん正解は、はい、正解です。おお、じゃあ軽く解説の方をお願いします。近年までですね、南アフリカが一番でしたが、最近では中国が一番になっています。以上です。はい、ありがとうございました。というわけでですね、こちらプレゼントの方をご用意しました。はい、まずジム・ロジャースの商品の時代という本と、はい、あとこれ 金に関するクイズなんで、金の卵、はい、これ何かというと電動ドリルの刃なんですけどね、もしよかったらお使いください。ドリルはついてないですけど刃だけ。これ何に使えばいいんですか。自分で考えてください。はい、というわけで金の卵と商品の時代、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、とっとと帰ってくださいね。はい、帰ります。ありがとうございました。沢原さんありがとうございます。この調子で、はい、行きましょう。はい、はい、第2問目。第2問目、はい、はい、世界標準である NY ゴールドはトロイオンスという単位で取引されます。はい、トロイオンスは何グラムでしょうか。はい、どなたに回答していただきましょうか。これあれですね、回答者を先に選ぶべきでしたね。はい、そうですね、問題が出ちゃった。はい、はい、もしよければクイズ参加されますか。ぜひぜひこちらどうぞ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 おかけください。こちらクイズの方、今こちらにお名前と年齢を。はい、田中道夫です。田中道夫さん、70歳。70歳、はい、ありがとうございます。ではこちら質問を今、はい、4番石井さん、はい、石田さん4番ということで。4番、はい、沢原さん正解の方は。残念です、3番でした。あー、残念でした。31グラム。というわけで残念賞はこちらの本になります。こちらになります。正解は3番でしたか。あ、3.1 か、向こうは31グラムですよ。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続いてどんどんいきますよ。はい、3問目チャレンジしたい方、豪華商品が当たるクイズこちらで行っております。もしよかったらぜひどうぞどうぞどうぞ、こちら、はい、そちらの方、はい、どうぞどうぞどうぞ、はい、どうぞこちらの方に、こちらですね、今プレゼントを用意してますんで、はい、豪華商品が当たるクイズをこちら行っておりますので、ぜひ皆さんこちらご覧くださいね。はい、ではお名前と年齢の方お願いいたします。名前はマサヤで、年齢は25歳です。25歳、はい、ありがとうございます。コモディティは詳しいですか。いえ、全く詳しくないです。じ
じゃあ行ってみましょう。いきますよ、問題。頑張ってください。はい。世界の原油価格で三大指標となっている商品はどれでしょうか。これも4択です。1番北海道産ドサンコ原油、2番欧州産南海プレント原油、3番中東産ツバル原油、4番テキサス産 WTI 原油。じゃあ4番で。4番で、はい、ファイナルアンサー。ファイナルアンサーです。サワルさん、正解は？正解です。正解でーす。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあサワルさん、解説の方をお願いします。はい、北海道産ドサンコ原油ってのはありませんね。あ、これはありませんで、2番目はですね、欧州産、北海ブレンドでしたら当たりでしたね。3番目の中東産は、ドバイ原油でしたら当たりでしたね。そういう形になってます。以上です。ありがとうございました。じゃあこちら、まず一つ目の商品の時代になります。でもう一つ、あの石油のクイズだったんで、このオイルスプレーを差し上げますので、もしよければ、家の立て付けの悪い塔とかそういうのに使ってくださいね。滑りが良くなりますので。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きまして、まだまだ問題ありますよ。プレゼントもありますよ。豪華プレゼントがたくさんあります。ぜひご参加ください。ありがとうございます。はい、はい、ではどうぞこちらの方におかけください。こんにちは。それでは、お名前と年齢の方を聞かせていただけますでしょうか。山口と申します。40歳です。はい、ありがとうございます。一般の方ですよね。はい、それでは山口さん、問題いってみたいと思います。トウモロコシの世界第2位の輸出国はどこでしょうか。1アメリカ、2アルゼンチン、3ブラジル、4ウクライナ。難しいですね。一番はアメリカですよね。何かじゃあヒントを。そうですね、一番はアメリカで間違いありません。はい、世界第2番か3番あたりかなと思うんですけど、3番ですかね。オーディエンスありますよ。会場の人たちに聞きますか。オーディエンス使ってもいいですよ。あ、オーディエンス、じゃあオーディエンスお願いします。はい、2番だと思う人、じゃあ拍手を。はい、あれ、3番だと思う方、拍手を。あれ、これひょっとしてみんなわからないですか。4番だと思う方、拍手。おあ、そうですか。じゃあなんか、オーディエンスは4番ですから。オーディエンス嘘つける場合もありますからね。ちょっとオーディエンスは4番が多かったんですけど、直感で、3番で。3番、はい、ブラジル。それでは沢田さん、正解の方は。残念です、4番でした。あ、そうですか。商品いっぱいあるんで、せっかくなんで、はい、持って帰ってください。トウモロコシなんで、コーンフレークを。 ありがとうございます。はい、ありがとうございます。あともう一つこちらになります。あ、ジブルジャンさんの。はい、あ、ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、続きまして、チャレンジャー、どうぞどうぞ。どうぞどうぞ。こちらにおかけください。はい、よろしくお願いします。それでは、お名前と、年齢の方をお聞かせいただけますでしょうか。はい、本郷と言います。39歳です。本郷さんで39歳ですね。はい、では早速クイズの方、石田さんお願いいたします。はい、CME、これ取引所ですね。はい、シカゴマーカンタイル取引所で、2012年1月に一番取引量の多かったコモディティ銘柄は何でしょうか。1番ゴールド、2番 WTI 原油、3番天然ガス、4番トウモロコシ。ゴールド、1番ゴールド。はい、ファイナルアンサー。はい、ファイナルアンサー。ゴールド。はい、沢田さん正解の方は。残念でした、これ。残念。2番の WTI 原油になります。あー、じゃあこちら残念賞ということで、はい、あげます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、クイズどうぞ。どんどんいきますよ。はい、どうぞどうぞどうぞ。はい、それでは
お名前と年齢の方をお聞かせいただけますでしょうか。はい、西中一平26歳です。はい、ありがとうございます。では早速石田さん、はい、問題の方お願いいたします。世界で最初に先物取引を始めたのは日本であり、それは米の先物取引ですが、いつそれは始まったでしょうか。何時に始まったでしょうか。いつ始まった。1、戦国時代。2番、江戸時代の享保の改革時。3番、江戸時代の天保の改革時。4番、幕末大政奉還時。これ知ってる人は知ってるけど、結構難しいっちゃ難しいですよね。難しすぎるだろう。難しいですこれ。どうですか。勘で3番。はい、3番。あのオーディエンスもあるみたいなんですけど、どうですか、使えますか。知ってるから。オーディエンスも当てにならないっちゃ当てにならないですけどね。じゃあ利用しない方向でいいです。はい、利用しない方向で。あ、じゃあ、回答は3番、江戸時代の憲法の改革時で。はい、さて、正解の方、沢田さん。惜しいです。2番でした。あ、残念です。これ、商品はあげたの。ね、残念ですね。でも難しいですよね、なかなか。で、私もちょっと、わからないんですけど、ちょっと解説を。そうですね、はい、大概の方はわからないと思うんですが、はい、まあ1715年、から1745年の、はい、徳川吉宗の時代、はい、享保の改革で米の取引が始まったと言われてるんですね。はい、まあ、その時認められたという形になります。はい、あ、なるほど、ありがとうございました。ありがとうございます。たくさん用意した商品がなかなか減らないので、外れても商品差し上げることにします。お米の問題なんで、コシヒカリを。すごい、嬉しい。それとジムロジャースの商品の時代の本ですね。嬉しい。はい、嬉しいですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、どんどん行きます。クイズこちらで行ってます。豪華景品ありますので、ぜひ皆さんこちらご参加ください。はい、はい、よろしくお願いいたします。それではお名前と年齢をお聞かせいただけますでしょうか。鈴木翔一、78歳です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは早速問題の方。そんな翔一さんにぴったりの問題を、はい、最近アメリカが力を入れて採掘しており、新エネルギーとして期待されているのは次のうちどれでしょうか。1番シェールガス、2番メタンハイドレート、3番メタンガス、4番プロパンガス。1番シェールガス。1番シェールガス、はい、さあ沢田さん正解の方。大正解です。大正解。おお、おめでとうございます。じゃ解説の方よろしくお願いします。はい、シェールガスといいますのは天然ガスで、成分は全然変わらないんですが、シェールというですね、はい、鉄岩というちょっと新しい地層から取れるガスが今話題になっております。はい、ありがとうございました。というわけで正解の商品の方、こちらですね、ガスの問題なので、岩谷の、カセットガスをどうぞ。今寒いね、鍋の時期なんでね、ぜひお使いいただけたらと思います。で、こちら商品の時代になります。はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、続きまして、続いてのチャレンジャーは、はい、はい、どうぞ。はい、では、お名前と年齢の方を聞かせいただけますでしょうか。はい、バークレーさん。小玉智久と申します。34歳です。はい、ありがとうございます。ではよろしくお願いいたします。はい、それでは問題いきたいと思います。日本人は1週間に何杯コーヒーを飲むでしょうか。これ中学生以上79歳までの年齢で全日本コーヒー協会調べということです。これ1番いや、そもそも全日本コーヒー協会なんていうのがあるんですね。初めて知りました。はい、日本人は1週間に何杯のコーヒー飲むでしょうか。1番およそ5杯、2番およそ10杯、はい、3番およそ15杯、うん、4番およそ20杯。3番。これだいたい1日に2杯飲んだらだいたいね、はい、15杯ぐらい。僕もだいたい3番ぐらいですかね。1日2杯ぐらい飲むんで。これ沢田さん正解の方は、これ2番になります。あー、2番、惜しい。解説をお願いします。はい、平均して大体10杯という形になってまして、やっぱり飲む方と飲まれない方が大きな差がありますので、このぐらいになるんですね。で、大体インスタントが5杯ぐらい、缶コーヒーが 2杯っていう形ですね。で、あともろもろで10杯って形になります。紅茶が好きっていう人もいますもんね。そうですね。
というわけでありがとうございました。こちら商品になります、はい、コーヒー、キーコーヒーですね。プレミアムブレンドになりま す, りますたくさんコーヒー飲んでください。はい、あとこちら商品になりますね。ありがとうございました。でそれでは一旦このあたりで CM 入りたいと思います、はい、一旦コマーシャルです。投資にロマンは必要だ。 HS フューチャーズ。日本のグローバルプレイヤーが世界を動かす。世界の指標価格、価格変動のリスク回避、資産運用の選択肢、世界最高水準の取引システムがコモディティの未来を変える。東京工業品取引所トコム、はい、ワールドインベスターズ TV300 分の生放送、後楽園プリズムホールの方からお届けしております、パンローリング投資戦略フェア10周年記念でございます。今の時間はクイズコモディティチャンス、コモディティに関するクイズと景品でお届けしております、続いてのチャレンジャーどなたでしょうか。あ、はい、ありがとうございます。杉原さん、どうぞ。コモディティは得意ですよね。ちょっと外すわけにはいかないですかね。外すわけにはいかないですね。はい、ではお名前と年齢を聞いてもいいですか。はい、はい、杉原正樹、年齢は、ちょっと40超えてますね、はい、はい、ありがとうございます。それでは早速問題の方、下さんお願いいたします、はい、問題です。甘いもの好きの国際比較です。次の国の中で1人当たりの砂糖の消費量が一番多い国はどこでしょうか。1番中国、2番日本、3番インド、4番ブラジル。インド。インドです、はい、インド。3番インドです、はい、さあ正解の方は4番でした。あー、外すわけにはいかないですよ。インドじゃなかった。インドじゃなかった。じゃあ解説の方。ブラジルがですね、圧倒的でして1日500カロリーぐらい使ってますね。500カロリー、はい、平均は世界で200カロリーぐらいなんですけど、ブラジルだけは非常に多いと。あと日本は180カロリー、インドが170カロリー、うん、で中国が70カロリーぐらいですから、もうブラジルという、うん、ありがとうございました。というわけで砂糖の問題ですので、杉原さんには角砂糖をご用意しましたので、こちらでたくさん甘いものを取って、お仕事頑張ってください。ありがとうございました。はい、あとこちらですね、商品の時代になります。ありがとうございました。はい、ラスト2問になりました。続きましてクイズ、あ、ぜひぜひぜひよろしくお願いいたします。はい、それではお名前と年齢の方をお聞かせいただけますでしょうか。はい、大江徹、39歳です、はい、ありがとうございます。はい、はい、では早速クイズの方ですね、はい、お願いいたします。早速次の問題いきたいと思います、はい、世界三大穀物に入っていないのは次のうちどれでしょうか。世界三大穀物、三大穀物、1番米、はい、2番小麦、3番コーン、はい、4番大豆。これはあれですよね、当たったやつが多分景品なんですよね。え裏読み。だからオーディエンスでしょ。オーディエンス当てにならないですよ。当てにならないですね。じゃあ米はさっき答えで出てたんで、米、2番の小麦で。米、米、え、米、嘘、ほんと、お願い、お願い、じゃあ米、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 当たり、え、え、何、2番じゃあ小麦、小麦で、え、米、こ、小麦で、あ、いやでもちょっと待ってください、何、大豆で、大豆、大豆でお願いします。4番大豆、4番の大豆、ファイナルアンサー、ファイナルアンサー。沢田さん、正解の方は、え、4番大豆で正解です。おー、おめでとうございます。解説の方お願いします、沢田さん。まあよくお分かりになられたと思いますね。
米とかがですね、よく出てきて、まあ、外されてしまうところがあるんですけど、実際大豆の方がですね、畑の、牛肉と言われて、はい、タンパク質が非常に多くて、はい、人気はあるんですが、はい、三大穀物に入ってないという形です。ですね、はい、というわけで、はい、世界三大穀物の小麦でできたパスタ、はい、ありがとうございます、差し上げます。1キロありますから、1キロ、ありがとうございます。たっぷり炭水化物取ってください、ね、もっと太りますよ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、ではラストの問題です、ですね、いよいよラストの問題です。ラストの問題、どなたかチャレンジありませんか？豪華賞品が当たるクイズ、ラストの問題です。どなたかチャレンジする方いらっしゃいますか？そうです。そうです。では、この人、この人お願いします。どなたかチャレンジする方いらっしゃいますかね？ワンピースの問題。挑戦者募集中です。最後の1問。どなたか最後の1問。どなたかいらっしゃいますか？最後の1問です。豪華商品が当たるクイズなので、ぜひ最後の1問こちらご参加ください。はい、あ、豪華商品当たります。はい、これはこれは外せないですよね。外せないですよね。アニメですか？はい、では、お名前と年齢の方をお聞かせいただけますでしょうか？青山慎吾、43歳です。はい、はい、こちらも一般の方ですね。はい、はい、一般の方です。はい、それではクイズの方、石田さんお願いいたします。はい、青山さんへの問題です。はい、これは大チャンス問題となってますね。悪魔の実を食べてゴム人間になってしまったのは誰？分かった。1番モンキー D ルフィ、2番ロロノアゾロ、3番トニートニーチョッパー、4番ニコロビン。ニコロビン、これ分かんないな。これこの間読んだんですよ。先週読み始めたんですよ。1巻から1巻から、全部読みました？はい、全部まだまだ読んでないです。まだ、はい、1番です。1番間違いないです。おお、なんかオーディエンスはニコロビンって言ってますよ。ニコロビン、ニコロビンだよ。そうだよ。私は他の問題ちょっと確実に、うん、回答分からなかったんですけど、これだけは一番分かります。これが一番分かります。はい、1番です。沢田さん、正解の方は？あ、これ1番で正解です。正解、おめでとうございます。じゃあ、はい、解説の方も、解説の方をお願いいたします。解説の方はそちらの方で。いや、もうそのまんまですよね、もう。悪魔の実を食べて解説の一角でもないと。というわけで、じゃあ青山さんにゴムを、輪ゴムを。ありがとうございます。ありがとうございます。あと持ってると思いますけど、一応こちらも。ありがとうございます。青山さんでした。ありがとうございました。いや、商品盛りだくさんでいきましたね。はい、というわけでコモディティはね、はい、非常に身近なテーマになってますので、ぜひ皆さんにももっと注目していただきたいなと思います。はい、というわけで、コモディティチャンスの解説の方は HS フューチャーズの沢原さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、一旦コマーシャルです。